よろしくお願いします。明治学院大学の尾身野静香です。大妻女子大学の鴨田百合子です。今回は横浜市のある地区のまちづくりを行っている大学生がいると聞き、早速取材に行ってきました。はい、学生、はい、私たちと同じ学生が行っている街づくりをちょっと見てきたんですけれども、はい、気になりますね皆さん。はい、ということで VTR どうぞ。どうも、私たちは今小金町に来ています。実はここである取り組みを行っている大学生がいるそうなんです。じゃあ早速行くよ、カモダ。はい、ゴヤビン。ということでやってきたのはこちら、フードランドスケープ。町おこしイベントの一環でオープンしたカフェ、フードランドスケープ。こちらは大学生が中心となって運営されているということなんですが、先ほどここで町づくりを行ってるって聞いてきたんですけれども、ここで町づくりやってるんですか？はい、そうです。この周辺の地域の商店の商品を置いたりだとか、カフェをやったりしています。で、一応その活動は私たち横浜市立大学の学生 と若手のデザイナーに協力をいただいてやっています。でもこんなにすごい大掛かりな企画じゃないですか、うん、これを大学生だけでやるのって大変じゃないですか？そうですね、いろいろ大変ですけれど、地域のいろんな方々に協力をいただいているので、すごく楽しくやっています。かつて特殊飲食店が軒を連ねていた小金町界隈。特殊飲食店、なるほど。歓楽街は大岡川に沿った小金町、初音町、日の出町の南北およそ500メートルにも及んでいました。しかしこの町が今大きく生まれ変わろうとしています。以前違法風俗店だった店を改装し、さまざまなイベントを開催、誰にでも気軽に訪れることができる町づくりを目指して町の活性化を図っています。我々は普通の町にしたいですね。普通の町っていうのはよく皆さんがですね、お互いに隣の人とすぐ話ができて、自由に町が歩けてね、お互いにこんにちはとかおはようございますという声が交わせられる。でまた子どもたちも一緒になってこう親と一緒に遊べる、そういう街が我々としては望みなんですね。で今までそういう街でなかったわけですよね。でそれに今一生懸命、我々努力をしている最中です。街をよみがえらせたいという住民の声を受け、地域に根ざしたカフェを横浜市立大学の大学生たちが中心となって今年の9月にオープン。地元商店と協力し合い、町おこしの一端を担っています。うちもちょっとね、そういう意味ではお手伝いできるかなということで、一緒に参加させてもらっています。学生さんたちがこういうことをやってくれるので、イメージがこの地域がガラッと変わって大変ありがたく思っています。若い人たちはもうほら学生さんなんだけれど、企画運営を主体的にねやってらっしゃって、一生懸命やられてるんで、本当はこっちから言うともうそのままずっと残ってもらいたいね。だんだん若い人がいなくなっちゃうからね、この町もね。そうして続けていただければありがたいなと思いますね。学生と町とが一体となって始まった町おこし、理想の町とはどんなものなのか、小金町の将来を提案してもらおうと始めた千のメッセージ。このアクアネックスができた時に、はい、この町が将来どういう風になってほしいですかっていうメッセージを地域の方々とか学生の人たちとかいろんな人たちにこう来た人たちにインタビューしています。本当に時間をかけて必ず1000枚集めようっていう意気込みでみんな学生やってます。なるほど。私たちも書けるんですか？あ、書けますよ。あ、書きたいです。書いてくれますか？はい、やったやったお願いします。ということで早速私たちもメッセージを書きました。書いちゃいました。 TT 私は人と人をつなぐ初校日の出町です。大学生と地域の方々が協力して町おこしをして、それにここに来てくれるお客様とか他の人とかみんなつながりながら、ここがもっと活性化していけばいいなという思いを込めて書きました。
私はたくさんの人が訪れる街にたくさんの人が来てくれたらと思って書きました。私たちの思いも一緒に、この1000人のメッセージと一緒に届けばいいなと思います。夕方、カフェにはたくさんの人が。実はこの日、横浜で採れた野菜を使ったカクテルを作り、地元を PR するイベントが行われました。小松菜です。名前は大川川でバカンス。乾杯。なんか匂いは、なんか結構 青っぽい匂いが、なんだろう、青汁じゃないけどまろやかな青汁みたいな、まろやかな青汁。これヨーグルトも混じってるみたいです。いただきます。あ、美味しい。美味しい。うん、初めて飲むこんな味。マイルドな感じです。昔さ、幼稚園の頃に飲んださ、薬のシロップみたいな美味しさじゃない？もうちょっと美味しい、ね、あれ美味しくない？もうちょっと美味しい。もっと美味しい。新鮮な野菜が次々とカクテルに、そしてそのまま私たちの胃の中に。飲みすぎよ。言葉出るか。これじゃなかった。ちょっと今回変わったな。出来上がっちゃってんじゃん。完全に。以上、現場からお伝えしました。イベントは大いに盛り上がり、皆さん本当に楽しそうでした。横浜市立大学の皆さんです。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日この企画、フレッシュカクテル講座どうでしたか？終わって今日本当に思ったよりもすごい人が来てくださって、すごい地域の方から、ここちょっと見に来られた若い方々とか、本当いろんな人が来てくれたので、すごいびっくりして、本当に良かったなと思います。こういう風にいろいろな世代の人がたくさんいて、みんなで仲良くしてるのを見ていいなと思いました。ここがもっと発展した場所になるといいですね。こういう風にね、みんなで楽しめて、みんなでこう町おこし、私たちなんか参加してる気分になるよね。皆さん今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで酔ってなかったんですけれども、それで話はぐるっと変わるんですけれども、皆さんそこ小金町知ってましたか？あのね、さっきから長山さんがずっとね、前の小金町も知ってるんですよね。知ってますね。その人にとってはやっぱりあの映像は衝撃的ですね。本当にガラッと変わりました。ガラッと変わりましたね。実は私のおばあちゃん家が小金町の近くにあるんですよ、それでこの辺の通りは行っちゃダメって言われていて。でもそれぐらい言われてた。そうなんです、やっぱり。だってさっきほらコメントくれてた人ね、普通の街にしたいって言ってたから。そうなんですよ。今までどんな街だったの？そうですよね。この小金町から伊勢崎町に行くときに、その通る道が何本かあるんですけど、その中でこの通りも一本あるんですよ。で、そこは危ないから行っちゃダメよみたいな。危ないから行っちゃダメ、そうって言われてた街だったんですよ。さあ、中原さんに説明していただきましょう。いや、終戦でね、あのガードはすごく焼けたんですよ、戦争で、空襲でね。で、その後に移り住んできた人たちがバラックでいろんなお商売を始めて、でそれがまあ特殊なね、そういうお商売につながっていって、本当に特殊なケースなんですけどね。なるほど。こちら本当にちょっとちょめちょめ通りだったんですけれども、このちょめちょめ通りが、はい、全然今初めて言われたから何のことだろう。ちょめちょめエリア、ちょめちょめな感じじゃないですか。ミッフィー通りね。はい、そんな通りだったんですけれども、こちら神奈川県警が一斉摘発しまして、今本当に全員立ち退いてくださいっていうことで立ち退いてもらって、それで本当に人がいない閑散とした最初ところになってしまったんですね。で、その立ち退きっていうのも、もともとは阪神・淡路大震災って皆さん前あったじゃないですか。その時に駅を耐震工事しようということで、その耐震工事、この京急線なんです、京浜線なんですけれども、このところも耐震工事をしようということで、じゃあ風俗店も全部立ち退いてくれないかってことで立ち退いたのに、警察がじゃあ私たちも協力するよってことで一緒に一斉摘発を始めたんですけれども、こちらに地域、その地域やっぱりこのままじゃいけないと思っていた地域の方や行政が加わって、三位一体ですね、こちら民間警察が力を合わせて
あれなんですよ、地域と行政とかで見回りをしたり、警察も警察でこうパトロールをしたり、本当に今町づくりに向かってみんなで一生懸命町を良くしていこうとしてるんですね。でそこに今横浜の市大生が出てきたと思うんですけれども、そこにその横浜市大生がゼミの一環として参加した形なんですね、今回のこのイベントなんですけれども、こちら私たちが行ったイベントは小金町バザールというイベントでして、その中でこの横浜市大生はフードランドスケープというお店をやってるんですね。でそのフードランドスケープに今回お邪魔して行ってきたんですけれども、この横浜市大生の皆さん、横浜企業戦略コースというコースの学生さんたちで都市デザインや街づくりを研究しているそうなんですね。それでこの小金町の小金町バザール以前にもこの街づくりの会議に参加したり、近くの小学校の子どもたちと街歩きをして街のことをよく知ろうとしたり、本当に以前から活動されてたそうなんですね。これってどうなの、その今後大学生がさっきほらお父さんがちょっと出てたけど、ずっと残っててほしいんだよなって言ってたけど、どっか限定の時期を超えちゃうと出てくる。イベント自体は限定なんですけれども、この市大生とこの地域の人たちの関わりはずっと続いてって、この市大生が卒業したらまた新しく入ってくる市大生の人たちのがゼミとして根付くわけではないんだ。はい、ゼミとして活動していくそうなんですね。やっぱちょっとなんかね、実験っていうだけの場に完全に使われちゃうとそれはまた難しいですよね、利用されるだけっていう。決してその昔に、ね、戻ってもらいたいとは僕は思いません。でもね、すごくね、にぎわってたあの街は。で、午前3時、4時、そういう深夜です。もう明け方ですよね、福富町とか長者町の方でお客さんが拾えなくなると、あの街へ行けば必ずお客さんがいた。なるほど、全てが全部悪みたいな言い方にある。そうですね、なかなか難しい。温かい街になってほしい。中島さんはどうですか、今回の企画。そうですね、まあ、これ単発で終わらせてほしくないなっていう、ね、まあ、継続して何ができるかですね、なんか本当の答えが出るのはね、もっとだいぶ先かもしれないですけど ね、単発だとそこで人のつながりがまた切れて、ね、また新しくなってっていう繰り返しになりそうなの で、ね、そうですね。いや、よかったよ。でもこちらフードランドスケープで11月16日の日曜日、お茶を美味しく飲みませんかということで。素敵、はい、こちらは全部小金町バザールの一環として行われているものなので期間限定です。小金町バザール、日付は11月30日までです。時間は11時から20時です。入場料は無料です。ウェブは小金町バザールで検索してみてください。はい、奥野さん、鎌田さん、ありがとう。ありがとう。